あれ、光の玉が走っています。すごい勢いで光が走る細い線の正体はこれ、ガラスの糸。光をよく通すので、つけたり消したりして遠くに情報を伝えるために使われています。このガラスの糸には大事件が起きます。それを研究しているのがこちらの研究員です。実はインターネットなどで大量の情報を流そうとすると、ガラスを通る光が強くなりすぎてしまいます。すると突然、ほら、先ほどの走る光、実はこれ、光が強くなりすぎた時、ガラスの糸が燃え広がってしまう現象なんです。拡大してみると、ガラスの糸の中を眩しく光る炎が移動していきます。炎が通過した後にはたくさんの傷が残り、もう光を通すことができなくなってしまいます。一見とても綺麗に見える光ファイバーの大事件、ぜひ直接見に来てください。